ちょっと寒いんであれなんですけど、上着脱いでいただいたらどうなってるのかっていうのをちょっと、あの背中、私が毎回背中空いてると思わないでほしいんですけど、寒いのに裸みたいな格好してます。はい、皆さんこんにちは、佐野ひな子です。今日はこちら鳥貴族さんで初めて、一人飲みしてきます。こっち飲み企画です。事務所から歩いて10秒、鳥貴族あるの知らんかった。行ってきます。じゃあ早速注文していくかな。レモンサワーなんですけど、はい、メガレモンサワーとレモンスカッシュを一つずつ頼みたいんですけど、はい、メガレモンサワーをこのレモンスカッシュで割っていただく一個で出していただきたいんですけど、はい、ちょっと今確認しますお願いします。あの今メガレモンサワーとレモンスカッシュ、はい、1層に入れていいですか？そうです、うん、できませんできません、ですか？じゃあ別で頼まれて、あ、はい、そうです。1個ずつくださ い, いや、もう混ぜてで、薄めてください、うん、はい、レモンサワーと薄めレモンスカッシュでお願いします。すごい期待になりそうだな。全体的初めての鳥貴族、初です。この一品料理めっちゃ楽しみだな。トリキの唐揚げ美味しそう。一番気になってるのは焼き鳥のレバーかつなぎもハツ。あとつくね。うん。ありがとうございます。うわ、でかっ。それをなんか入れるんだ。失礼します。甘みがついていけそうです。レモンサワーインレモンスカッシュ待って、顔同じ重さはえぐい。今頼みますか？これで頼むのかな。はい、じゃあまずやっぱ焼き鳥からいきますわ。レバー、つくねいきますかね。佐野さん、はい、塩とタレどっち派ですか？塩派です。おお、あれ全部これもしかして全部タレです。全部タレです。おおお、あ、美味しそう、このささみ。うわ、めっちゃいいや。え、頼みすぎ？まあ、いけるっしょ。キャベツ見頼む。カンベールコロッケってチーズを揚げてる。絶対うまいじゃん。絶対うまいじゃん。ちなみにビビり出してる今。2本ずつ来るんでしょ、1本だったら。お待たせしました、キャベツ5枚。ありがとうございます。来たー。あ、ごま油のめっちゃいい香り。ごま油とポン酢、うん、うまっ。葉野菜めっちゃ好きで、焼肉屋とかでさ、野菜盛りみたいなのあると一番嬉しい。野菜好きな人肌綺麗だなって思って、うん、やっぱなんかビタミンやっぱ入ってるから。知ってますか、ブロッコリーってレモンよりビタミンの量めっちゃ入ってるんですよ。めちゃめちゃブロッコリーとか緑が濃ければ濃いほど栄養素豊富なんですよ。そうなんですね。葉っぱに対してはやっぱりそんなに水分量が多いからあんまり栄養素ないかもしれないけど、まあ、なんか緑食べてる人って肌綺麗だなと思って、逆に言っちゃえばなんか野菜全然普段食べないって言ってる人の肌がちょっとボロボロだったりするから、遺伝子レベルもあると思う。なんか野菜が嫌いでも肌が綺麗な子はいるけど、やっぱ野菜を克服したらなんか改善するんじゃないかなって思いつつ、ブロッコリーとかほうれん草とか鉄分とか入ってるものとかしっかり食べるのがいいと思う。私は鶏天でございます。わーい、鶏天、美味しそう。鶏天の梅肉ソース添え。え、やばい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 。いただきます。うん、柔らか。鶏肉ってこんな柔らかかったっけ？唐揚げってもうちょっとなんか一口じゃちぎれないイメージが、うん、パサパサ感とかもなく、鶏天よくあるじゃないですか、パサパサ。
ぱいある、うん、これ全品決まってるんですよね。同じなんですよね、確か均一オール370円 だ、へー、ガチガチ、持って帰りたい。あー、どうも、うん、やらかい、つくね、トレートレートでございます。つくね来た、つくねったら行こうかな、タレです、いただきます。ボリュームがすごい、な、結構平べったいつくねだね、火加減が強めですね、これ焦げ目が多めの、うん、めっちゃ大好きレバー、うん、おいしいレバー、あースピーマンでございます。やった、ピーマンの肉詰めがさ、ポン酢味付けらしくて、そんな焼き鳥あんま食べたことないから、タレかさ塩じゃん、美味しそう、結構柔らかめのつなぎも、塩加減もちょうどいい、何だろう、あ、わさびだ、うん、わ、絶対美味しい、うん、うん、あればあるほど美味しい、あればあるほど美味しい、え、美味しい、パサパサ感とかもなく、はい、ささみなのに、うん、柔らかすぎて取れちゃう、本当だ、トレーニングしてる人とか毎日来たらいいの、ささみ食べに、うん、ピーマン、これさ、マナー違反かな、口から外しちゃうのって、でも全然いいんじゃないですか、いやいや、それは、うん、しっかりポスつけていただきます、うん、あ、さっぱり、これ軽いな、さっきの、確かに梅ソースタラスで、ポン酢だから絶対合うと、いただきます、めっちゃうまい、ピーマンと梅めっちゃ合う、今全種類頼んで、頼んだやつ食べた、食べました、はい、どれが一番美味しかったですか、へぇ、これ、うん、へぇ、これ一番美味しい、このわさびを思ったより多くのせる、うん、思ってるよりちょい多くのせるとちょっとツンとするけど美味しい、この鶏天もそうだけど、胸肉、ささみ肉が非常に柔らかい、舐めてました、鶏貴族、超美味しい、舐めてたんですね、舐めてたんですね、怖いな、焼けたことなかった、大学生活そんな送ってないし、トリキ行こうみたいな友達もいなかったんで、楽しい遅れてきた青春って感じそれ食べたかった、え、あれでしょ、頼んだよ、明太でしょ、明太、ちょっと行きますか、一口食べたいです、味明太行こう、うん、ほとんど明太、ほとんど明太、明太でキャベツいってるもんな、さあさあ、多分視聴者の皆さん気になってると思うんで、はい、ちょっと寒いんであれなんですけど、上着脱いでいただいたらどうなってるのかっていうのをちょっと、いや、あの、背中、私が毎回背中空いてると思わないでほしいんですけど、今日ちょっと気温16度でびっくりした、寒いのに裸みたいな格好してきた、はい、今日はそんな空いてないんですよ、おお、あ、あ、でもでも、うん、肩が空いてる、今日はね、肩ですね、背中は空いてないですか、背中はなんかちょっと引き上げたんで空いてないですか、上の方が空いてるってことですね、そうですね、そうです、まあでも背中っちゃ背中ですよね。締め食べたいです。うん、どうぞ。これね。
おすすめですね。いっちゃおう。あ、おかわり。来ました、ラーメン。はい、やった。うわ、いい匂い。めっちゃいいやん。うま。染み当たる感じじゃないですか。染みてますね。締めって感じするね。するね。熱いの。うま。これ柚子胡椒とか入れても美味しい。柚子胡椒ありますか。これやそうだよね。ちなみに香ってたの。うん。さっき旨味を感じてる。ちなみに絶対合うと思うんですよ、柚子胡椒。合うでしょうね。そんなの。絶対なんかわかんない、チャーシューかもしれないけど。チャーシュー。柚子胡椒。うん、前菜かと思った。うまいわ。こういうさ、わさびとかさ、柚子胡椒とかをさ、残しとくか。いいよ。さっきもさ、あいにくソースをさ、つけて。めっちゃ美味しかったです、これ。え、ピーニ、ピーマン。ピーマンに、はい。美味しいよね。美味しい。すごいおつ。はい、ということで今日は、初のフリキートークでした。最終的にはまあなんか6種類ぐらいの焼き鳥とキャベツをおかわりして、まあ締めのラーメンまで食べて、メガレモハイボール飲んだりして、めちゃめちゃ良きでした。トレーニング終わったら取り引こうみたいな流れありかもしれないですね。はい、こんな感じでお疲れ様でした。ごちそうさまでーす。